さっきダーティーペア見てたって言ったっすよね。そうですね、ちょこっとちょこっと、あ、あの僕はダーティーペア好きじゃないですね。好きじゃなかった、企画ものだなって。あ、そうなんだ。全然ダーティーじゃないじゃん。キューティーハニーの方がよっぽど恐ろしいわって。ええ、キューティーハニーがすごいですけどね。そうそう、確かにあのやたらダーティーペアっていうことを前面に出してさ、笑ってますもん、ダーティーって、うん、ああ、まあ本当あれラブリーエンジェルって言うんだっけ。ああ、はいはい、ね、まあ、かけてダーティーペアって言われてるって設定だけどさ、でもダーティーペアってことですよね。ダーティーって言うなよってさ、それはこっちが感じることだからいいんだ。だからかけて言ってるって設定だからね。ああ、はい、うん、本人たちはダーティーペアって呼ばれたくないわけよ。まあまあまあ、うん、そうですね。でもなんかその思ったのはね、昔ビューティーペアってプロレスラーのコンビ、ああ、はいはい、で、あれのパロディだなとは思ったっけ。で、ビューティーペアが出てきたときに、あの、はっきり言ってね、あ、これでビューティーペアって自分たちで名乗るんだと思ったわけよ、私なんか。みんな言ってましたよ。誰がビューティーだって。ね、はい、そう、まあ、今、さっこの、あの頃の女子プロ界では、まあ、そういう感じだったんだろうけど、まあ、これでビューティーって言っちゃうんだみたいなね、感じはあったわけ。で、そこまで含めてパロディーにしてるのかなと思ったのよ。あ、だからダーティーペアの頃はもうやることないんじゃないのって。ただ主題歌がね、良かったなと思った。あの、中原芽衣子さんのね、君たちキウイの人ですよね。そう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 、あれは良かったですね。あの主題歌いいなと思って。そうですね、だからオープニングの絵もね、その主題歌に合わせてこうきちんと、オープニングの絵も綺麗だったな。うん、でほらユリが好きだったんですよ私。これあのなんか我吉でも言ったことあると思うけど、あ、忍さんの、忍さんの声で、あ、そうだ、声が島津紗友子さんなんだ。そうです、そうです、そうだそうだそうだ、そうなのよ。だから島津紗友子さんの声と私が好みのその漫画の中の女性とぴったりなんだよね。でも僕は無理があるなって思ってましたね。そうかい、こんな可愛い子が殺されずにどんどん自分たちだけが生き残って相手を殺すなんて無理でしょって。まあそれは漫画だからね。まあもっとアパッチア究極に出てくるみたいな女がやってるんだったら納得もするんですけどね。あ、こんなねうねしてる女の子はさ、あの無理だよって。あ、人殺しなんかってなんかこう違和感が感じるなっていう。でもそれでさ、今ので思い出したけど、私島津紗友子さん結構好きだったのよ、はいはい、声が、はい、一番最初キリがマコで分かったわけ。ああ、はい、マコちゃんね、マコちゃん。だからさすがのサルトビはテレビ漫画の方は全然興味なかったんだけど、はい、その島津紗友子さんの声が良くて、たまにこう、まあ、ちょっとだけ見るみたいな、まあ、ラジオもやってたぐらいですから乗ってましたよ、この声いいなって。だから声優さんで可愛い声の人って多分あの人が初めてかなと思って。あのスネークマンショー2聞きました先輩。んスネークマンショー2。あ、聞いてない。あの島津紗友子さんが、うん、やらしい声出してますよ。ええー、おすすめですね。じゃあ、あ、それは絶対いいな。 YMO の曲の間に、うん、スネークマンショーのコントが入るんですよ、うんうんうん、3分ぐらいの、うんうん、それがあるとまた YMO の曲、うんうんうん、そういう構成なんですけど、うん、そのスネークマンショー2って、うん、エロコンセプトなんです、全部やらしいんですコントが、その中の一つに島津紗友子さんも参加してて、エッチな声出してますよ。まあそうなんだ、ええ、だからさ漫画 の, あのうるせえやつらの忍好きだったのに声がのあの島津紗友子さんになった時すごい嬉しかったのよ。わーって、あ、その時点で、うん、そうそう、なるほど、うわー忍の声島津紗友子さんじゃんって。でダーティーピュアでもユリもさ、ええ、島津紗友子さんがって声でさ、すごいぴったりハマんだよね。キリはマコは別に、ね、うん、キリはマコは別に好きでも何でもなかったけど、ただあんな可愛い子が人殺しなんてしないでしょうって、うん、その違和感をアイドルと無敵を無理やりくっつけて、あの、いや無理やるなーって、やっぱ恐ろしい顔してなかったらやっぱり人殺しの中で勝てないですよね。まあ、そこが漫画として面白いんだよね。で、はい、で、うるせえやつらが終わって今度メゾ一国になるじゃないですか。あ、そうですね、あれは見てました。あの漫画の方を先に先行で見て、うんうんうん、まあ、アニメを追いかけるように、そうそう、じゃチェックって感じですかね。そうだね、メゾンのアニメはそうだよね、そういう感じだよね、大きい人はね。そうですね、うん、まあ、だって漫画の方が先に
公開してるわけですから。だからあれ最初の頃は本当に原作を追っかけるだけで、そうですそうです。だからクリスマスの話が夏場とかになっちゃって、で舞台はなぜか、そうそう、だから予告編で舞台はなぜかクリスマスとか、島本澄さんがね、舞台はなぜかクリスマスとか言ってる。ああ本当に原作を追っかけるだけだなと思って。それありますね、うん、追いついちゃって足りなくなったり、うん、そういえば島本澄さんの声も好きだったのよ。ああ宮崎監督に気に入られた島本澄さん、うん、はい、島本澄さんはまあ声は島津紗友子さんほどじゃないんだけど、はい、全体の雰囲気が好きなんだよね。じゃあウィングマンのアニメの方見てました？いや、そのところは見てない。先生の、うん、おバカ先生の役は島本澄さんが面白い、見どころありますよ。ああそうなんだ。あの実写の本人を映したその映像をもらったことがあるんですよ。はい、どっかのデパートの屋上で、ええ、島本澄さんがね、サイン会、歌とサイン会みたいなのやってる。へえ、それ見ても、見て、あ、この人すごくいい人なんだろうなと思ってね。で、雰囲気もすごい柔らかい雰囲気で、本当に京子さんみたいな感じなんだよね。そうですね、うん、静かな人ですよね。顔もその美人っていうのじゃないけど、まあ可愛い雰囲気でさ、ドラマとかにも出てますもんね、うん、ちょこちょこ、うん、最有機とかに。だからあの雰囲気いいなと思って、だから島本澄さんも結構好きだったの。だからその後、オズの魔法使いっていう、はい、テレビ東京で、はいはいはい、やってたんだけど、あれも島本澄さんの声聞くために見てたから。あ、そうですか、うん、あ、そういうこと先輩もしてたんですか。あ、島本、そう、あの頃なんか声優さん好きだったね。じゃあウィングマン 見ないといけなかったですよ。ウィングマンの話があんま好きじゃないんで。まあまあまあ、うん、あの担任の小田先生が島本澄さんで、おこのですからノリノリの時の島本澄さんですよ。おあのずっと何年も後であの役が回ってこなくなっちゃったっていうんじゃなくて、全盛期の島本澄さんの声で おバカな先生やってるんで面白いですよ。だっておバカな役ってあんまりやんなかったじゃないですか、島本さん。ナウシカ、クラリス、そのオズの魔法使いとか、うん、いやでもそういうのが好きなんだよ。そのなんていうの、お嬢様的雰囲気の声が好きだ、ね、あ、そうですか。まあウィングマンの先生も普段はお嬢様的ですよ。あ、そうなんだ。切れるんですよ。あ、大きな声出したりして、あーって。それがなかなか見られないな、これはって、そういう見方をしてましたけど。